皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのシャです。ハジです。本日なんですけれども、はい、まあ、毎度の知恵袋、はい、毎週の知恵袋なんですが、今回のテーマはサーブを切る3ステップっていうところでやっていきたいと思います。はい、あの切るっていうところに特化してるんで、うんうんうん、あの長さとかはちょっとまた置いといて、うん、っていうことで、はい、まあ、今回のはまたいろんなところで講習会行ってて、やっぱりなかなか切れない、うんうん、そもそもサーブが切れないっていうことが多い人がいたので、うんうん、その人たちに指導していく中で、あ、これは結構効果があったなっていう、うんうん、まあ、3つのステップというか、はい、まあ、3つの方法を紹介したいと思います。はい、まず1つなんですけれども、切れない人、サーブが切れない人っていうのは、うん、あ、こういうふうにボールがこうトスしますよね。トスした時に結構レディースの人とかに多いんですけど、ほぼ助走がなくて投げて こういう風な形、ほう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 、なんか当たった後にふんって振ってる人が多かった。あれこういうのが非常に多いですよね。助走がほぼなしで、うん、かかってない全然でしょうね。ちょっとでトップ層の方、上級層サーブ切れてる人っていうのはこっちのちゃんと助走が長いってことですね、うんうんうん、助走が長くて最後のこのゴールの時に、まあ、ボールに当たると。結構切れてない人は助走短くて、うんうん、っていうような形が多かったので、はい、まずこの助走をしっかり取りましょうということが一つ。はい、一つ目。はい、実際一つ目ですね。一つ目はちゃんと助走を取りましょうということですね。まず助走を大きく取って当たるところでこう終わるような形。あ、だいぶもう横に飛ばされてますからね。さっき、はい、しっかりこの、まあ、横でも何でもそうなんですけど、しっかり助走を取ってっていうのが、まあ、これは結構大事ですね。単純にこれだけでも結構変わります。で、今はちょっと短くしようと思ってこう出したので、ちょっと回転量がやや弱めなんですけれども、まずはこの短く出そうとしなくていいので、やっぱり助走大きく取ったら絶対バーンって飛び出ちゃうんで、まずは長くてもいいです。おー、はい、かかってる。こういうような形でしっかり助走を取って、あの多分これだけでも中学生 あの地区大会の1回戦とかだったら多分結構勝てると思うんで、うんうん、しっかり助走を取って最後のボールの地点で当てるようにすると。これがまず1つ目ですね。で、2つ目は重心ですね。はい、重心、あの立ち位置、まあ、立ってる、うん、時の体重の置き方なんですけど、ごめんなさい、はい、変わってもらっていいですか、場所。はい、あの、まあ、僕右利きなんで、まあ、後で足移しますけど、大体こういうような形でこう立つと思うんですけど、このサーブを出すときに、サーブを出して打つときに、でこの体重を乗っけろって言われる方が多いと思うんですよ、この重心、前に移動、ちゃんと前に移動みたいな。でもこれ前に移動しちゃうと、前に移動するときに当たると球が前に飛んでっちゃうんで、うん、切れづらくなります、うんうんうん、どっちかっていうと後ろに残した状態、もしくはこっちに乗り切らない、あの乗り切る前までに取ることが、まあ、望ましいです、うん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 、まあ、もちろんこんな後ろだったら、うん、あのボール飛んでいかないんで、この移動してる最中こっちに乗り切るまでにまず打つってことが2つ目、うんうんうん、で次に2つ目なんですけれども、この重心の位置ですね、まあ、体重の置き方なんですけれども、これが、まあ、さっきのつながってくるんですけど、こういうふうに前のめりだったりこっちに乗っかった時に打っちゃうと、どうしてもボールが前に行っちゃう、うんうん、かかる前にボールが飛んでってしまうと、うん、あら、まあ、今こういう形でナックルでボールが飛んでってしまうんですけれども、それをボールを飛ばさないように、まあ、さっきのは、まあ、さっきとちょっと逆になるんですけど、やっぱり切るためにはしっかり強くスイングしなきゃいけない。で、それを前に飛ばしすぎるともちろん飛んでいっちゃう、まあまあまあ、もちろん飛んでいっちゃう。だからそれを飛ばさないように、体を重心をやや後ろにある状態の時に、やれた、まあ、ここですね、
かり助走を取って、まあ、自分の場合だと右足にまだやや残ってる状態の時に、うん、取ってあげる、ボールを捉えてあげると。これができるようになってからこう乗せてあげれば、まあ、切れた速いサーブが出せると。おお、速い。でもまだこの段階に行く前までにはやや重心を右足に乗せとくと、まあ、これだけでもかなり切れたサーブが出せるので、まあ、あとはしっかり助走を取ったスイングをしているので、まあ、そこそこ速いサーブが出ると。なので切るためにはまずこの助走と重心をやや自分の利き足というか、まあ、持ってるラケットの方に乗せておく、まあ、これが2つ目ですね。で、最後の3つ目なんですけれども、3つ目、まあ、トップスピード、ラケットのトップスピードがやっぱりトップスピードの時にボールに当たったとかやっぱ切れますよね、うん、わーっていう時に当たるよりも、うん、それはかからないやっぱこのトップスピードのところでボールを当てたいっていうので、うん、止めると、ラケットを止めた時にボールが当たるようにしようと、うんうん、まあ、さっきの一つ目のポイントと一緒なんですけど、これだとまだトップスピード乗ってないですよね。トップスピード乗ってるのって最後の方なので、うんうん、ここの助走をしてスイングしてきてトップスピードに乗るところ、この止める位置でボールを当てると、うんうん、そうすることで、まあ、かなりサーブが実際に切れたので、まあ、この方法をぜひ実践していただきたいなと思います。最後3つ目なんですけれども、まあ、トップスピードの時にボールに当てたい、それはそうだと、それはそうだろうというところで、トップスピードの時に当てるためにはラケットを止めましょうということですね。これがしっかり助走を取ってもトップスピードの時に当たらなかったらやっぱり切れない、こういうふうにトップスピードに乗ってないところで当たってしまったらやっぱり切れないと、うん、なのでトップスピードを出すためには止めたところで当てるようにする。でもそうです、まあ横回転、こっちの横回転じゃなくても、うん、でもしっかり助走を取って家の体を後ろに残したまま、うん、トップスピードを出すために、トップスピードで当てるためにラケットを止めてあげる。なのでこの3つのポイントですね。しっかりまず助走を取りましょうと。これやっぱりちっちゃくなって、これ本当に切れませんから、まあ、本当にレディースの方にも多いですけど、しっかり肩で助走をしっかり取って振ると。で、重心はやや後ろに残したまま、残してる状態の時に打ちましょう。あとはトップスピードを取るためにラケットを止めた時にボールを取りましょう。これでかなり切れるはずなので、ぜひこの3ステップ試してみてください。おー、切れてる。だいぶかかったぞ。よ、切れてるよし、結構理論を体現できたら、うん、それなりに切れますね。それなりって多分結構切れたんですけど、ただ安定感はちょっと微妙ですけど狙ったところに出せないんで、うん、かかってる。今切れたんだけどな、まあまあ切れた。やばでもちょっとやっぱ逆手でやってるんで、右手みたいにしっかり振って止めたりとかできないんですけど、正直切れた感覚はありますし、だいぶかかった。切れてる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点、感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。5000円よろしくお願いします。